私仕事仲間で、親会社の営業マンで私は子会社でやってまして、もう10年ぐらい前からお仕事はずっと一緒にやらせていただいたんですけれど、ひょんなことからやっぱり両方音楽が好きだっていうことでですね、まあ、こういうふうに一緒にですね、タカさんの部屋行ってですね3年以上前からですねやってましたけど、まあ、それも年に数回しかやらなくて、今回、まあ、ここを出るにあたってはですね2回練習させていただきました、ということで非常に練習不足ですのでどうぞよろしくお願いいたします。今、最初に、聞いていただいたのはスタンダードジャズのスタンダードのスターダストでありました。じゃあ、これから2曲続けて、お送りさせていただきます。まずムーンライトセレナーデ、これはグレン・ミラーのですね代表的な曲で、まあ、私の師匠さんがジャズギタリストなんですけれど、その先生の編曲、もうほとんどその先生の編曲の曲ですけれど、問題です。その後、これはユーミンのあの日に帰りたいって、もう非常に古い曲でありますけれど、まあ、この2曲をお送りさせていただきたいと思います。Thank you.
Thank you.